はい、ただいまご紹介に預かりました株式会社リロクラブの梅本と申します。本日は、賛同受け入れ企業の PR というところでお時間いただきましてありがとうございます。本日ですね、弊社株式会社リロクラブと、サービスの概要について、ご説明をさせていただきます。まず会社概要でございます。弊社株式会社リロクラブと申しまして、事業としては福利厚生のアウトソーシングというところを行っております。日本の中でですね、一番最初にこういったアウトソーシングを始めた企業でございまして、現在今年で運営実績が31年目でございます。本社は東京にあるんですけれども、全国に支店ですとか、あとグループ会社のところに記載をしておりますが、地場の優良企業様と合弁会社を立ち上げておりまして、全国でですね、ご利用いただけるサービスを展開しております。また、ご導入の団体数というところで左下に記載させていただいておりますが、契約団体数が業界最多の2万3500団体様にご採用いただいております。また、会員数に関しましては、現在1250万人の会員様にご利用いただいているような状況でございます。本日関西のですね、主要入会企業様、右下に記載をさせていただいておりますが、間口グループ様や先行グループ様はじめ、大手中小企業様はもちろんのこと、自治体様にもご採用いただいているようなサービスでございます。またですね、株式会社リロクラブですが、リログループの、グループ会社でございまして、福利厚生事業のほかに借り上げ社宅の、サービスであったりですとか、海外赴任のサポートなどですね、さまざまな人事総務様向けのサービスをご提供しております。で、ここからはですね、採用と福利厚生についての現状についてお話をさせていただきます。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、ご採用のところでですね、2つお話しできればと思っているんですが、まず福利厚生の価値観というところが変わってきているというふうなところでございます。1つ目は求職者様が企業に求める内容というところでですね、福利厚生というところが非常に重視されております。今見ていただいているところなんですが、新卒採用のですね、学生さんにアンケートを取ったところなんですけれども、もちろん待遇面ですとか、お給料を重要視されている学生さん非常に多いんですが、それに次いで福利厚生が充実している企業というところが毎年上位に上がってきております。次のページお願いします。で、もう一つなんですけれども、学生様に求められているというのはもちろんのこと、企業様側の福利厚生の考え方というところも変わってきております。今まで福利厚生というとどうしてもコストというふうなイメージが持たれることが多かったんですけれども、これからはですね、人への投資というところで人材投資としてですね、お金をかけて準備をされていくというふうなところがトレンドになっております。要因といたしましては、真ん中のところに記載させていただいておりますが、労働人口が減ってきていることももちろんですし、転職市場が活発化していること、また働き方改革であったりですとか、コロナの影響によってさまざまな価値観ですとか働き方というところが受け入れられるようになってきておりますので、そういった中でですね、優秀な人材を採用するためにですとか、帰属意識を向上させたり、あとは生産性を向上させるために福利厚生の制度を拡充していくというふうな流れになっています。実際にですね、弊社のサービスご検討いただいたり、ご入会いただいている企業様からいただくお悩みというところを記載させていただいておりますが、もちろん採用の強化というところはそうなんですけれども、求職者様やステークホルダーの皆様に PR になるような健康経営のサポートであったりですとか、あとは最近地震なども非常に増えておりますので、 BCP の対策、安否確認というふうなところですとか、また、優秀な人材に働き続けてもらうためのエンゲージメント強化やリスキリングというふうなところも、制度のご検討というところで増えております。弊社としてはこういったサポートをですね、さまざまなニーズに合わせてご提供ができるというふうな会社でございます。
で、リロクラブとしてできることというところで、今お話をさせていただいた2軸でどちらもサポートできると考えておりまして、左側は求職者様のニーズというところが福利厚生クラブというパッケージのサービスでございます。内容といたしましては、約350万以上のコンテンツですね、レジャーであったりですとか宿泊であったりですとか、さまざまなサービスがあるんですけれども、こういったものを従業員の皆様にご利用いただいて満足をしていただくというところです。また反対側ですね、人事総務様のサポートというところで、先ほどお話をさせていただいた健康経営であったりとか採用の強化というところで、そういったものをサポートできるようなオプションのツールをご用意しておりますので、こういったところを一社様ずつのですねニーズをお伺いしながらプランとして組み立てていくというふうな活動を行っております。では実際どういったサービスなのかというところもお話ができればと思います。福利厚生クラブとはというところなんですけれども、まず弊社の次のページお願いします。はい、ビジネスモデルというところなんですけれども、従来の福利厚生というところで多かったのがですね、法人様が保養所であったりとかスポーツクラブと直接提携をされまして、でそういった内容を従業員の皆様にご提供されるというふうな形の福利厚生が非常に多くございました。もちろんメリットとしては素晴らしいものではあるんですけれども、一方で課題として従業員様がご利用される際に人事様や総務様を通じて申し込みをしなくてはいけなかったりですとか、あとはご利用いただいてもメリットが受けられる従業員様が限られてしまうというふうな問題がございまして、弊社としてはこういったアウトソーシング型というふうな形にさせていただいて、さまざまな企業様からですね少額のコストをいただいて、もちろんレジャーやスポーツクラブもご利用いただきつつ、育児や介護などですね、今さまざまなニーズがございますので、ご年齢ですとか性別ですとかそういったことに関わらずご利用いただけるようなパッケージのサービスというところをご用意しております。またですね、こういったサービスなんですけれども、もちろん先ほどのお伝えしたような全国でご利用いただけるようになっておりますし、ご導入いただいた後の周知というところでですね、専用のアプリをご用意していたりですとか、あとはデジタル版もございますし紙もあるんですけれども、全国13エリアの開放誌というふうなところもご用意しておりますので、ご導入後のサポートというところもさせていただいております。実際に使っていただける内容なんですけれども、国内外の宿泊サービス、ビジネスホテルはもちろんのこと、リゾートのホテルなどもご利用いただけますし、日帰り湯ですとか、例えば映画であれば通常2000円のところ1500円でご利用いただけるようなサービス、また居酒屋さんやカフェですとか、あと特別な日に使っていただけるようなホテルレストランが2000円引きでご利用いただけたり、幅広いサービスをご用意しております。また健康関連であったりですとか資格の取得、育児介護などもご利用いただけますので、たくさんの従業員様を抱えていらっしゃる企業様でもですね、お一人お一人に合ったサービス、何かしら使っていただけるものがご準備できていると考えております。続いて人事総務様向けのサービスについてご紹介をさせていただきます。さまざまなサービスございますので、すべてのご紹介は難しいんですけれども、採用というところで一部お話をさせていただきます。今ですね、福利厚生クラブご入会いただいている団体様向けに、内定者様向けの囲い込みツールとして内定者福利厚生クラブというものをご準備しております。内容といたしましては、正社員の方と同じようなサービスがですね、内定者の間に使っていただけるというものでして、実際に入社される前に、会社の制度を体験していただくというふうなところはもちろんのこと、内定者様とつながっていただけるようなコミュニケーションのツールを、提供させていただいていたりですとか、あとは内定者様向けに受けていただけるような e ラーニングサービスというところもご用意しておりますので、内定者様との囲い込みというふうなところでご活用いただいております。またご導入いただいた後にですね、せっかく入れていただいたサービス、求職者様に PR していただく必要があると考えておりますので、採用ページなどに掲載していただくような福利厚生のご紹介の案内があったりですとか、今ですと結構育児のお問い合わせとかが非常に増えておりますので、福利厚生の中で使っていただける育児サービスを冊子にしてご提供させていただいたりというふうなところも行っております。その他にもですね、従業員様のマネーリテラシーを
上げられるようなですね、研修というところを無料でさせていただいたりというところもしております。そうですね、でその他、いろいろとございますので、ちょっとこのページでちらっと書かせていただいておりますけれども、先ほどの健康経営優良法人の認定の取得サポートができるような健康経営のアプリですね、専用のアプリっていうところもございますし、左上の理のエンゲージメンタルサーベイですと、ストレスチェックもそうなんですけれども、実際に皆様働いていらっしゃる方のエンゲージメントがどうなのかであったりとか、あとは、退職のリスクがどれぐらいあるのかとかですね、企業様としての団体結果の、分析ができるようなツールなどもございますし、その他 e ラーニングや安否確認などですね、あとは右側が表彰制度というふうなものもあるんですけれども、そういったものを福利厚生と絡めながらですね、ご提供ができるというふうなところを行っております。で最後にスポーツ関連の取り組みについてです。弊社まだちょっとスポーツに関してのですね、取り組みまだまだというところではあるんですけれども、左側ですが、企業対抗型の駅伝のイベントなども行っております。実際に福利厚生クラブのご入会企業様にもたくさんご参加いただきまして、優待特典で 20% 引き出させていただいたりとかっていうところで、非常に盛り上がっておりました。また右側なんですけれども、弊社の創業者がですね、かなりゴルフ好きというところもありまして、毎年リクルートカップというところで全国でゴルフのトーナメントというところも行っております。まだまだですね、このアスリートの支援であったりですとか、スポーツというところは道半ばではありますけれども、今後もキャリアデザインプロジェクトに少しでもご協力できればと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。